ティロンは、香港の俳優。日本では、男たちの漫画シリーズの出演で知られているが、元は、武術映画前世紀の香港で、数多くの映画に主演した俳優であった。カンフー映画の制作本数の減少によって、人気も低迷したが、男たちの漫画で復活を果たした。それ以来、出演作こそ少ないものの現在も活躍している。 1968年にショーブラザーズの俳優養成所に入った。翌年、四角のオーディションで、超トール監督に指名されて主役を演じた。主に、ソハラ監督の作品で最も多く主役を演じた。超トール監督にはさらに認められ、京大栄とのダブルキャストで最も成功を収めた。これらの実績により、超トール監督の補表、 ベンジェンスホーアダ、英雄十三欠、新、片腕必殺剣等で、京大英と共に出演した。端正な外見に加えて英春拳の達人であり、カンフーの腕も、確かだった。そのため、主演映画は、台湾や、東南アジアで一世を風靡し、論も一躍人気を博した。1973年、ブラッドブラザース芝で悪役の馬シーを演じ、 第11回金馬、進むの優秀演技特別賞を獲得。それと同時に、第19回アジア映画祭の表現特質性格段優勝をも獲得した。この後、冷血13高で、第25回アジア太平洋映画祭の演技、最特質段優勝を獲得した。卓越した演技力とアクションにより、武教映画のトップスターとなり、多くの賞を獲得した。 1985年6月、18年間で80作以上の映画に出演して、後世や伝単者などの監督を務めた、ショーブラザーズを離れた。ショーブラザーズ退社後は一時低迷するが、1986年の男たちの番下で復活を果たし、第23回金馬、進むの最優秀主演男優賞を受賞した。それ以後、 出演作品は少ないものの重厚な演技を見せ続けている。2000年には、流星ザキッドで、第19回香港電影金像を進む、最優秀助演が優賞を受賞。2007年には、第12回香港電影金紫茨、進む卓越上受賞を受賞。2015年、私、 ニューヨーク育ちで第7回マカオ国際連営説、最優秀主演団優勝を受賞。ありがとうございます。